夜勤やだな。今日で夜勤2日目。さすがに疲れが溜まってるな。昨日の夜勤もものすごく忙しくて仮眠も取れなかったし、そのくせ帰ってから全然寝れなかったから疲労がやばい。しかも今日大坪さんいたよな。最悪だ。お疲れ様です。お疲れ。あれ、井出くんなんか疲れた顔してるね。夜勤これからなのにそんなんで大丈夫？いや、今日で夜勤2日目なんですよ。もう限界です。それは確かにそうなっても仕方ないね。でも一ついいお知らせがあるよ。え、何ですか？なんと大坪さん今日休みらしい。本当ですか？え、じゃあ代わりに誰が来るんです？佐藤さんが代わりに出勤してくれるみたい。マジっすか？それは熱いっすね。いや、一気に疲れ吹き飛びました。今日頑張りましょう。頑張ろう。あ、佐藤さん今日よろしくお願いします。急遽変わって大変でしたね。ほんとだよ、せっかく休みだったのに。まあでも正直佐藤さんに変わってもらってよかったです。え、なんで？ほら、今日は大坪さんだったんで。ああ、なるほどね。今日は夜勤来る前からめちゃくちゃテンション下がってたんですけど、一気に上がりましたよ。メンバーも最高なんで今日は頑張れそうです。そんなこと言って忙しくなっても知らないよ。忙しくなろうがメンバーがいいんで全然余裕ですよ。まあ、それならいいけど。よし、剣を回るか。田中さん失礼します。今日夜勤です。よろしくお願いします。おお、あれ、昨日も夜勤してなかったかい？そうなんです、2日連続なんですよ。そりゃ大変だな。若いからできるっつうもんだな。いや、もう若くないですよ。田中さん変わってくださいよ。しょうがねえな、変わってやるか。わしも結構いい歳だけどまだまだ動けるぞ。ほら、その証拠にこの足の筋肉。では検査していきますね。お熱はないですね。血圧も、大丈夫そうですね。いつも通り元気ですよ。そういえば今日の晩ご飯は何ですか？あ、今日は確か焼き魚でしたね。また魚か。たまにはステーキとか食べたいもんだな。まあデザートまで出せとは言わないけど、せめて好きなものを月に1回ぐらい出してほしいな。そうですね、いつか出てくるといいですね。では失礼します。あ、本当は甘いデザートが食べたい。皆さん特に変わりなしだな。よし、順調順調。井出くん、剣を回れた？あ、はい、回れてます。じゃあ俺ご飯持ってくるからさ、中村さんの食会頼んでいい？わかりました。中村さん失礼します。お食事お持ちしました。食事なんていらないよ。そんなこと言わずに食べましょうよ。お腹が空いてないんだよ。昨日もそう言って食べなかったじゃないですか。知らないよ、俺はもうこのまま死ぬんだ。そんなこと言ってご家族が悲しみますよ。家族なんていないよ。弟生きてたじゃないですか。そんなの知らないよ。くそ、これは嫌な流れになっちゃったな。こうなった時の中村さん本当に頑固だからな。仕方ない、あの作戦を使うか。はあ、もうせっかく今日は中村さんの好きなご飯だったのにな。いらないなら仕方ないか。なんだい？え、どうしました？今日のご飯はなんだい？あれ、食べないんじゃないんですか？いいから教えてけろ。まあそこまで言うなら、今日はお魚ですよ。好きです。じゃあどうしますか？食べますか？食べます。はい、じゃあお手伝いしていきますね。はい、どうぞ。はい、おいしいです。はい、おいしいです。はい、おいしいです。ふっ、勝った。へえ、結局中村さん全量摂取したな。よかったよかった。いやー、それにしても今日は検温も順調に回ったし、中村さんの食会も難なく終えたし、素晴らしいですね。まあそうだね。あれ、新庄さんなんかテンション低くないですか？こんなにメンバーも神で落ち着いてる日なんてそうそうないじゃん。ほら、その言葉は言っちゃいけない約束でしょ。あ、そうでしたね、すいません。まったく気をつけてよ。あ、ほら言わんこっちゃない。はい、ナスメ病棟です。はい、はい、あ、わかりました、失礼いたします。まさか、あれですか？薬剤部から薬ができたっていう連絡だった。あー、なんだ、よかった。少しの気の緩みがこういうこと引き寄せるんだから気を抜かずやっていくよ。はい。結局何事もなくここまで来ちゃいましたね。だな。じゃあそろそろ仮眠ましょうか。あ、
そしたら僕一番に行ってきてもいいですか？え、逆に一番でいいの？寝れないでしょ。いや、実は今日全然寝てなかったんで結構眠くて。あ、そうなんだ。じゃあ先行っちゃって、くれぐれも寝坊すんなよ。さすがに大丈夫ですよ。じゃあ休憩いただきます。よく寝た。よく寝た。今何時？3時。1時間も寝坊してる。すいません、寝坊しました。で、あれ、誰もいない。西さん、落ち着いてください。え、ああちょっと、あ、危ない危ない。新庄さん、大丈夫ですか？あ、秀君、西さんがちょっと不穏になっちゃって。あ、大丈夫ですか？ちょっと西さん、落ち着いて。ブワッ、危ない危ない。ちょっと、西さん、ブワッ、あ、天敵が。あ、秀君、ブワッ。すいません、完全に寝坊しました。だから言ったのに。まあでも、タイミングよく来てくれたからよかったけどさ。ほんとすいません、馬車馬のように働きます。とりあえず西さん落ち着いてくれたからよかったけど、かなり声出しちゃってたから絶対周りの人起きちゃったよね。かもしれないですね。まあ朝まで寝てくれることを祈るしかないですね。とりあえず俺休憩行ってくるわ。はい。あ、僕対応するんで大丈夫ですよ。すみません、助けてください。あ、でもない、いい帰らせてもらうよ。甘いデザートはどこだい？完全にみんな起き始めちゃったね。あ、でも僕と佐藤さんで対応するんで、新庄さんは休憩行ってきてください。いや、でもここで休憩入るのはちょっと危ないから、俺も対応するわ。すいません。よし、こうなったら絶対に安全に朝迎えるよ。はい、絶対にいい視点届けは起こさせません。なんとか落ち着いたね。今夜は朝までパーリーナイだ。朝、気がつかないうちに夜が明けてたみたいだな。とりあえずやりきりましたね。なんとかインシデントゼロ。僕めちゃくちゃ疲れてるはずなのに、不思議と気持ちは晴れやかです。それは今日のメンツが神だからっしょ。間違いないですね。ということで、夜勤はいろいろあったんですけど、特にインシデントなく終了しています。夜間、西さんが不穏になってしまったんですが、こうして難なく大荒れの夜勤が終了した。ここまで忙しい夜勤は久しくなかったが、不思議と疲れはなかった。それは今日のメンバー一人一人が協力して業務に当たったからだろう。一人でも同じ方向を向いていない人がいると衝突が起きてしまう。本来なら当たり前のことだが、それが看護師業界ではなかなか難しい。今日の勤務で改めて協力し合う大切さを感じた。もちろんこの後、帰って爆睡したって？バカ言っちゃいけない。俺たちの夜は、まだまだ終わらない。